와, 씨. 이쁘넨. 하나, 둘. 아르바 암사 스위터 全くもって良い朝だ。身も心もすがすがしい。まさにアート。この見事な建物を作ったものから、ぜひ教えを請うてみたいものだね。高尚な理念だ。疑いなく美しいものであると認めよう。ただ、私は賛同しかねるがね。あんな奴と同じ場所に住むなんて、絶対に納得いかない。
今日中に是が非でも時の先生に話をつけないと。一番は咲くか。今日はやたらと早いじゃん。あいつ、面倒なことでもやりやがった？クソ野郎、そのうち絶対閉めるけど、今すぐやっちまうか。夕べはさすがに何もなかったわ。彼だって初日は疲れてたでしょうし。まあ、昼間だけで十分すぎるくらいあったわけだけど。何にもないんなら、とりあえずは見逃しといてやるか。なんかあったら言えよ。俺たちの寮でしでかしやがったら。たまお姉さんが今度こそきちっと肩はめてやっから。あなたが暴れて後始末するの結局私たちなんですけれど。そこは役割分担ってことで。おはようございます。すみません、タコが起きたのに気づかなかったようです。起こしてくれればよかったのに。おはようエル、気にしないで。今日は私が早めに目を覚ましただけだから。おはようみんな。あれ、サク、今日は早いんだ。まあたまにはね。皆さん、おはようございます。あら、何ですの？おとなしさんが起きてるなんて。何やら悪だくみでもしていますの？人聞きが悪いわね。揃ったのなら朝食の前に、一応彼を起こした方がいいでしょうね。朝食どうすればとかも教えてあげないと。まだ右も左も分かってないから困るでしょ。それじゃあ今日は成田くんが仲間に加わったお祝いに僕が朝食作るね。朝から重いものを食べさせられるのは美容によろしくありませんわ。そもそもあんなクソ野郎絶対仲間じゃねえし。外交は最初が肝心です。最初にビシッと締めてれば後の苦労はありません。最初にドジ踏み上がった負け犬、最悪恥ずかしい写真撮ってネットにばらまいてやろうか。最悪だ、てめえが最悪だ。あら、おとなしさん、どちらへ？変人を起こしてきます。どうしてあなたたちまで一緒に？つうか面白そうだろ、新入りの寝ぼけ顔とか。僕もちょっと見てみたいかなって。自分どっちでもいいですが、そういう流れでしたので。高崎さん、そっけないですわね。私は正直興味が大ありですわよ。なんといっても初めての男性ですもの。みどりちゃん、そ
その言い方はどうかと。おとなしです。うむ、おはよう。さく、この早朝に何か用かな。普通に起きていましたわね。しんみりなくていきなり呼び捨てか。彼海外が長かったからその方が慣れているのよ。別に気にしないわ。さくが気にしなくても問題大ありです。精神的貴族を新入りのド平民が呼び捨てとは万死に値します。さあみんな静かにして。成田くん、朝食を一緒にどうかと思って誘いに来ました。それは素敵だ。まだ右も左も分からずどうしたものかと悩んでいたところだったのだよ。少々手が離せないのだが鍵は開いている。入ってくれたまえ。それでなり。どうかしたのかね。見たまえ。鍛え抜かれそそり立った完璧な肉体はギリシア彫刻を彷彿とさせる。恥ずべきところなど一部もない。故に隠すべき理由など何一つないのだよ。朝から取り乱すとは何か悪い病の前兆かもしれない。私は医学についての心得もある。安心して見せるといい。深呼吸をするのだ。落ち着いて目をそらさずにまっすぐに私を見たまえ。いやー、ほとのがた。ではこの時間の講義はここまで。次回はテキスト200ページからです。予習を忘れないように。時の先生、どうしました。おとなしさん、クラウンの筆頭ともあろう者がそのように血相を変えて走ってくるとは。ノーブルたるもの、常に余裕を忘れてはなりません。周囲の目はいつもあなたを見ていますよ。そんなことよりも時の先生、あの変態、成田真理を別の寮へ移してください。今すぐ。できません。どうして。おとなしさん、失礼しました。成田真理を私たちと同じ寮に住まわせるというのでしたら理由を聞かせていただけますか。おとなしさん、彼がいるのが不服ですか。そ
それは当たり前です。仮にも男性が同じように。それはクラウン全員の意見でしょうか。確認はしていません。ですが認めている者はいないはずです。今朝だって。今朝何かありましたか。いえ、その大したことでは。少しトラブルが。わかります。異性と同じ空間で生活するというのは大変難しい問題をはらみます。でしたら。ですがこれは得難い経験ではないかと私は思います。は？人類は男女の性に分化している種です。ノーブルとは人の範たるもの。当然男女の性差を乗り越えて普遍的指導力を発揮しなければなりません。そのためには単なる机上の論理ではなく、体感として異性と身近に接し、そのあり方を知ることで多くを学べるのではないかと思うのです。違いますか？それは、でもしかし、個人曰く百聞は一見にしかずと言います。昨今では情報が満ち溢れ、ネットワークを介すれば距離の問題さえ踏破可能となり、情報の密度は上昇しました。ですが体験の重要度が下がったわけではありません。むしろ情報のあふれる時代だからこそ、ノイズに惑わされない自分の体験を通じて得た価値観こそが、何者にも揺るがぬ自身の構築に重要ではないのかと考えるのです。違いますか？はい、その、それはつまり、当面の間成田真理はあなた方の寮にとどまります。絶対に嫌です。ノーブルとは時に将を殺して大を生かす苦渋の決断を行わねばならないこともあります。自らの感情を抑え、思考を超えて正しい判断を行えるものをノーブルと呼ぶのです。サク、あなたは個人的感情に流されてはいませんか。でもそれは、あそこは女子寮で。あそこは女子寮ではありませんよ。嘘。実務的な問題ですが、スクールは男性エトワールのために別の寮を用意してはいません。これまでエトワール級の HMI は全員が女性でしたので、男性用の寮を作るとしても今後の話で、現状では他に施設がないのです。といって一般生と同じ寮にエトワールを滞在させるのはスクールの理念に背いません。何よりも大人施策、あなたは人々の範にして最先端たるクラウンの筆頭という立場にありながら、異性という道をいたずらに拒絶するのですか。つまり成田君は私たちと一緒に住むと。大変物分かりが良くて実に素晴らしい。勝負だ成田。私は一向に構わないが、朝一番からとはまた突然なことだね。うるせえ。今朝の借りを返してやる。おまけに1時間目から体育の講義があるしな。今日は水泳の授業だ。こいつで勝負だ。ぶち殺す。よかろう、受けて立つ。存分にかかってきたまえ。確かに今のは惜しかった。君は小さい胸だが光るものを持っている。またの勝負を楽しみにしているよ。うっせえ。次は絶対血祭りにしてやるからな。それは何とも心躍るな。
君の研鑽に期待する。本格的に体調が悪いのではないのかね、おとなしさくら。声をかけられたら青い顔で奇声を上げながら飛び去るというのは武道の特訓だろうか。それならば前を見て敵の攻撃から目を離さないことを進めよう。大丈夫です。朝も言った通り体調が悪いわけではありませんから。では何故横を向いて話をするのかね。あんなことがあったのにまともに顔なんて見られるわけないでしょ。私は他人の趣味に口を出そうとは思わないが、ノーブルの立場にある者としては横を向いたまま会話するのは礼を失した態度と受け取られかねないのではないだろうか。この男はどうして余計なところだけ筋道の通ったことを。もちろん君が横を向いて人と話さねばならない宗教的戒律に縛られているというのであれば私はそれを尊重しよう。ああ、はいはい、わかりました。これでいいんでしょ。君がそれを望むなら、そうあれ。そういえば成田君、昨日は言いませんでしたが、もう一つあなたに伝えなければならないことがあります。サク、愛の告白には早すぎるのではないだろうか。ねえよ。成田真理、あなたはエトワールの一人としてクラウンのメンバーに加わり役職に就く義務があります。本日中に必要書類を作成して私まで提出してください。君が筆頭という話だったな、おとなしさく。クラウンのメンバーはスクールの学生の班として様々な特権を与えられます。同時に学園運営の重責を担うのです。得られた特権を責務によって返すのです。あなたもこの義務を負いクラウンに加わることをインシグニアとして要請します。なるほど、ノブレス・オブリージュか。といっても、あなたのつくべき役職は新設する必要がありますので、それまでは玉尾の補佐として総務補佐に。って、はぁ？ダメってあなた、何を言ってるの？君の誘いには感謝する。しかし、残念ながら私にはなすべきことがあるんだよね。クラウンの任につく余裕はないのだ。ないのだよ、じゃなくて、あのね、これはこのスクールの一員としての。規則で決まっているわけではないだろ。それはそうですけれど。もっとも決まっていたとしても
私の返事は変わらないのだが。おい、それって最初からやるつもりがないってこと？だいたい余裕がないとかそんなの。ここは全寮制だし、バイトなんて認められていないから時間を作るぐらいなら。勉学に勤しむ時間が惜しいわけではないよ。私自身の都合だ。どういう理由なの？話せない。エトワールのくせにクラウンには加わらない。理由は話せない。そんな身勝手が通じると思っているのですか？通じるかどうかは結果でしかない。私にとってなすべきことはこのスクールの義務よりも優先されるべきものだ。サク、君がそれを不服とし否というのであれば構わないかも。いかようにでもしたまえ。いかようになんて。例えば説得、あるいは情実、金銭を用いるなり暴力を用いるなり、君は君の望みを果たすべくできうる限りの手段を用いて私の返信に努めればいい。いつであれ、どんな方法であれ、私は一向に構わない。暴力だなんて、そんなことできるわけないでしょ。罰則のないルールはルール足りえない。空気を乱すまいという道徳や良心がルールを支えているという思い込みは日本人の悪い癖だな。私は己の望むところに従い、君とスクールのルールを踏みにじり、当然与えられるであろうあらゆる不利益を私は感受しよう。ルールに縛られぬ者がルールに守られるわけもない。それは必然だ。そしてその覚悟が私にはある。何それ。自らの信じるところを押し通す。及ばざればいつなりとのたれ死ぬ。それだけのことだと。強いて言うならもう一つ、私はスクールの理念には賛同はできない。ゆえにその運営に加わることはできない。先のはスタイルの問題だが、こちらはポリシー。ノーブルこそが人を導くか。なんとも滑稽だ。何ですって？私は帝黒船の理念に賛同も同意もできない。自分の意思を是としない新世界がこの社会の限界を突破したものにできるとは私には思えないのだよ。できるわ。私は変える。私たちは変える。それが私たちの力の意味。今の世界、このあるがままの場所にある矛盾を、不条理を、理不尽を、不幸の数を一つでも減らすことができるなら、私たちは変えてみせる。古い世界の殻を破って、未だ来たらざるところへ進む。おとなし策。あなたの発言は私たちスクールの学生全員を侮辱するものです。取り消してください。気に障ったのであれば謝罪しよう。だが取り消すことはできない。以前にも言った通りだ。私は君に嘘はつきたくない。
世の中とは難しいものだね。開発支援とは具体的にどんなことをするのだろう。ハローは個人差が大きく、心理的影響の大きいものです。一般化するのは難しい分野と言えるでしょう。スクールでは個人の適性に応じた教育プログラムを作成し、個人単位でのきめ細かな指導を行います。それにしてはこの講義にはエトワール全員が参加しているのだが、多人数で行うのは共通する一般則の指導と訓練です。吊り橋理論という言葉を知っていますか？何らかの危険を共に過ごした男女には恋愛感情が芽生えやすいというあれかね。そのあれです。吊り橋理論によれば、人間は生理的に興奮することで恋愛を認識するとされています。揺れる吊り橋の上にいる緊張感と恋愛を自覚した際の緊張感を人間の脳は区別できない。人間の精神は大なり小なり生理的影響で変質します。ハローとは HMI の心理的影響を受けやすい繊細なものですので、精神の運用精度を上げることでハローの精度も高くなる、そういうことか。アスリートを見習い、コンセントレーションを学んだりするのかね。そういうこともするよ。特に集中力はハローに限らず重要なものだから。これまでどんなことをしたのかね。聞かせてもらえないだろうか。君自身の話で構わない。僕？一番重要なのはスイッチを作ること。ハローを起動させるための？そう。どんな状況でも安定して機能させるには条件付けしたスイッチを作って、それをすればとにかく起動するってするのが一番早いんだよ。なるほど。玉尾のあれは条件付けか。それでは本日の課題を与えます。課題というと？毎回課題を与えられてそれをクリアするんだよ。方法は自由、条件を満たせればいい。ハローを用いて条件を達成しなくても構わないのかね。そう。思考の体力、瞬発力全体を引き上げるのがコレオグラフ講義の基本だから。
実に興味深い。ところで興味深いといえば、不機嫌そうにしている音なし作の横顔というのも実に興味深い。見飽きないとは思わないかね。成田くん、もしかして変な人？私ほど常識的な人間はいないと自負していると思う。時には常識よりも自分の感情を優先する場合があるが、些細な問題だろう。僕にはちょっと分かりがたいかな。本日の課題はこれです。場所は普段と同じで試験校舎を使用します。制限時間は正午まで。移動直後から開始してほぼ1時間。今回からエトワールのコレオグラフには6人が参加になりますから、そうですね、2人1組をペアとしましょう。試験校舎のどこかにこの花が置かれます。条件は制限時間終了時にこの花を保持していること。途中で花が散った場合には全員を失格とします。どんな方法でも構わないのかね。ああ、なんだって構わねえ。やったもん勝ちだ。それはちょっと言い過ぎじゃないかな。なんでもいいということは、ぶん殴ったとしても。それでどうにかなるんならな。なのかね、ソラコ。いやく、タマオの言うことは当てにならない。んだとこの野郎。お静かになさい、二人とも。授業中なのにいきなり騒ぎ出すなんて。タマオ、エル、どんな場合も自分の立場と責任を忘れないよう。すみません、サク。課題の解決方法に制限はありません。スクールの求めるノーブルの名にふさわしい手段で解決してくれることを期待します。ではペアに分かれて行動を開始してください。また時の先生、策は成田と組むのか。それは、まあ、玉尾さんの言う通り、それは少し困りますわね。うん、そうなの。玉尾さんを打ち破ったあなたと音無さんのペアでは他のチームとのバランスが悪すぎると言っておりますの。てねえか。往生際悪い。なるほど、兜山さんの言うことももっともでしょう。では俺はやだぜ、成田のクソ野郎とチームと。自分変態はノーサンキューです。僕が成田くんと行こうか。みんなまだ成田くんとは抵抗あるみたいだし、僕なら大丈夫だから。桂木さんなら私としても異論はありませんわ。音無さんは構わないわ。やった、よしエル、俺と行こうぜ。浜尾の単純思考の考えていることぐらいお見通しですが、自分もバッチ濃いです。
すると私と音無さんのペアになりますけれど。いいわよ、それで。そういうことだから、成田くん、よろしくね。僕だと足手まといになるかもしれないけど。こちらこそよろしく頼もう。君の優しさと心遣いには深い感謝を。そんなの別にお礼なんて。おい成田、今度こそ勝負をきちっとつけてやるからな。橋の上乗りになったら生きていけないですね。うむ、同感だ。ということは雪辱戦ということかね、赤人玉尾。バラ園の時みたいなインチキは二度と通用しねえぞ。もう少し賭け金を積み上げるのはどうだろう。ただ勝ち負けを競うのでは君の留飲も下がるまい。敗者は勝者の願いを一つ何でも聞き入れるという条件をつけるのはどうかね。張り合いが出るに違いない。願い、この場で死にやがれ。玉尾が死んでしまうような条件をつけるのは私としても心が痛む。にゃんだか玉尾、レスがいちいち雑魚臭いです。自分とチームなのに負けフラグ山ほど立てるのやめてもらえないですか。いいぜ、よし、俺が勝ったらお前はパシリだ。雑魚扱いしてコキ使って毎朝俺の靴を磨くんだ。そういう言葉遣いはおやめなさいと。いつもいいだろう。では私が勝てば。では課題をスタートします。各チームは校舎の3方から侵入開始してください。